こういう感じだったんでしょうか、やっぱり V 級の時は、今日はどこなんだか、ら相手はっていうか、<laughs> まあ、そんなことはないけど、うん、やっぱりじゃあ、千葉さんとしては、ととにかくルルーに出るんだと俺はね、ええ、俺はもう、もう本当に川上さんから、デッドボールでもエラーでもフォアボールでもヒットとなんでも、まずいから、なんルーに出って,て、結局、お前の足を相手が警戒するから。 まあ、NO という時代もありましたけども、うん、その時の1番バッターの心境というか、うん、心構えというかはどういう形だったんでしょうかピッチャーで入って、はい、まあ開幕投手をやったんだけどちょっと肩を壊してバッターに転向してその時にまに川上さんからまあスイッチヒッターで1番なん、はい、でもいいからお前ルイ、ルーに出ろうとそういうふうに教えられたんでなん、はい、でもいいからルーに出る、はい、で ON につなぐと。はい うういのが役目という感じだったからあんまり難しく考えてななかかった前の映像でよると長嶋さんがランチにステーキだとかだからジャイアンツってちょっと世界が違いますよね。そんなことはないんだけど長嶋さんは別格生活そのものが俺らとか王さんとかとはもうちょっと違うんで。 俺たちはやっぱりパンチ君お酒飲む俺たちは試合終わってから一杯飲みながらご飯を食べるの楽しみじゃないだけど長嶋さんはやっぱりお昼にガツッと食べてガツッと食べて夜はもう軽い魚だとか白身の魚とかそういうので軽くご飯を食べて寝るという。生活スタイルが 長嶋さんはステーキ行くぞって言ってそのまま食べて後楽園行ってさあ行こうか柴田ーってこういうタイプなんでしょ普通は試合前はそういうやっぱりこういう感じだったんでしょうかやっぱり V 級の時は今日はどこなんだから相手はっていうか <laughs> まあそんなことはないけどまあそういうようにあの自分であのー まあ持ってったっていうのはあると思う、はい、だけどじ実はものすごく繊細でこうやって計算をして試合に臨んだと思うんだよ俺とか王さんの方がまだあの行き当たりばったりだったと思うんだよその時のロッカールームの雰囲気はやっぱりもう見下ろした感じだったんですか、うん、王さん長嶋さんは見下ろしてるというんじゃなくて、はい やっぱりあのー、強かったからね、やっぱり今日も勝とうというのはあったと思うんだけど、だからといってこう見下ろしてるとかっていうんじゃなかったと思う、そ,そこまで余裕はないですよ。はい、じゃあ、そう見えたんですね、あの相手、誰だったかな、ジャイアンツが負けてるのに、うん、ベンチで長嶋さんが笑って王さんと喋ってたとかっていうね。<laughs> いやー、そんなことはな、まあ、渋いづらいしてるよりは、はい、まあ。あ 普通のあれやってた方がいいと思うんだけどでもゴブゴブとするよね力がはい、はい、やっぱりよし勝てると思ってやるゴブと、うん、もしかしたらやられちゃうんじゃないかなと思うゴブだとぶろくなっちゃうよね戦う前から、はい、そういう雰囲気はジャイアンツが持ってるんじゃなくて相手が持ったと思うんだよ<ー>相手が昔はもうジャイアンツ、うん、あとあ11球団、うん、今こうせ、うん セパ交流戦があったりして、うん、あのこうなりましたけど当時はやっぱりジャイアンツのユニホーム見ただけで触れたんでしょうかね、うん、やっぱりじゃあ柴田さんとしてはあのととににかくルーに出るんだと俺はね、ええ、俺はもう,もう本当にそう川上さんからお前はなんでもいいから <laughs> デッドボールでもエラーでもフォアボールでもヒットでもなんでもいいから、はい、いやなんせ塁に出てくれと塁に出れば結局お前の足を相手が警戒するから。 次のババッッタターー打ちやすいと番があーあな難しい球投げてこなくてまっすぐ系が多くなるからだから高田はまっすぐ系が強かったから,、はい、から高田は俺が出た方が打ちやすいっつった、はい、やっぱりピッチャーはもうボールの種類がそんな難しい緩いかぶたとか、はい、そういうのは投げてこないから,、はい、だからそういうのはあると思うんだよでそれで ON につないでという野球っていうのは俺は昔からだけど要するに。 百五十試合やったとするような。はい、例えば五十、はい、試合は監督がいようがいまいが。はい、もう黙ってもう大量点で勝っちゃう。はい、ところが、後の五十試合っていうのは。どうしても。 ももう最初から負けゲームっていうのもあるよね,、うんうん、ね残りの50試合をどう戦う、はい、どうやってうまくやるかっていうのが1点差で勝ったり、はい、なんかそのそれが貯金だよね。その戦い方が上手なチームが勝つわけだよね。うん、連勝 してるチームと連敗しちゃうチームはばあっと離れちゃうのはそれはあるかもわかんないけど。はい、勝ったり負けたり勝ったり負けたりで5割ですからね。そうなんだ。はあ、今セントラルリーグではだいぶ何十ゲームも離れてあんなのももうま <laughs> れなんだよ。ヤクルトとあの二位のチームが最後にトータルで終わった時にに二ゲーム半とか三ゲーム貯金が五つ六つしか違わないわけだよね。いかにそのあの連敗をしないかというのが。うん 俺はあの野球を戦っていく勝負ごとをやる中では大事それにはそんなに難しく野球を考えちゃうとだしね柴田さんがイに出ますね、うん、で高田さんの時に例えば走れずに高田さんアウトになったワンアウトを一塁としますよね、うん、そういう時は走るならサインが出るわけですかもう俺は現役の時にフリーは1回もないから全部イ位。 やっぱり川上さんってそういうタイプなんですか。もう、中島さんも、川上さんもうフリーはなし。こ<ー>あの、もう走ってほしいときには、サインが出る。三塁ベースコーチャーだ。はい、で、あの、そうじゃないときには、サインが出ない。<ー>で、特に、あの、ワンナウトで、王さんが、はい、あの。バッターボックスのときには、はい、俺の、俺のファースト、あの、一塁ランナーのそうじゃない。はいはい、走るな、とか、はい、トレサインは出ない。 やっぱりあそこ抜ける確率が高いし、だいぶ一三塁になるじゃない。王さん引っ張りますからね。だから。走って歩かされて。ああ、はいはいはい。長島のげ。まあ、夏の月っていうのはちょっと悪いけど。まあ、そういう可能性もあるわけだだから王さんは。ホームランもある。だから、案外、あの、盗塁のサインは。なかった。あ、僕は。そんな緻密な言葉が。柴田さん。ら だからいい俺が出るわけじゃなくて川上さんとか監督が出すんだけだ僕はどうしてもあの時の初球の宮古さんから打ったホームランがあったので、うん、柴田さんはその塁に出ろとかっていうバッターじゃなくて俺は俺でやっちゃうよっていうような感じに見えたんですけど結構緻密だったんですね初球だろうがなんだろうが<ー>いい球来たら打つっていうのはまあ野球の基本だから<ー>もうそれをただ普通にやってただたまたま。 初球にいいいい球が来たんでポーンと打ったら取れなかった。これは中断だったですからね。それがホームランになったっていうだけで。まあ当時は右の方がパンチ力があったんで、穴だパンチだと。そうですか。ノーサインっていうのはなかったんですか。ノーサインないね。今の選手は結構ノーサインが多いんじゃないかな。もうもうもう一番と二番で二人でちょっとサイン出してやっちゃいなんていうのもありますよね。それはね、川上さんの時もね、たまにあった。 うん、俺が1番で 1>、はい、2>, 2番が土井とか高田の時に3対1で勝ってるとか、はい、4対1で勝ってるとかっていうような時が、はい、場面が来た時に、はい、ベンチで柴田が出たらあの高田と2人でその、はい、やり取りしてでエンドランをあの そと。で高田は自分の好きな時に出せるわけだよだから見ないふりしてわっと高田の方うパッと見ると高田がエンドランのサイン出して俺走る強制されてやるよりも自分の意思で出した方が成功する確率高いよねだからそれはね何回かあったほんと昭和さんのね走りはこう内股でねこうあってね あのニコニコ笑いながらやるっていうイメージがあるんだよな、うん、足にスランプはないってよく言われたのよで、はい、俺も足を怪我したり、はい、骨折したり肉離れしたりして走れない時もあったのよ、うん、監督に「うん、いや僕ちょっと今日も走れなません」って言ったら「走らなくていい」うん「走れない」っていうことを相手に悟られるな、はい、走るぞ走るぞっていうだけでいいんだってそんなジェ a ムあったよね柴田さんが描く一番 バッター像みたいのはどう,いう打てなきゃいけないよ、ねはいうんどどっちかっていうと3番4番1番っていう打率だと思うんだよねでフォアボールでもいいから出てくれて足が使えるエンドランも使える、はい、そのとやっぱり機動力もある、はい、相手もあの、まあ、嫌がるそういう野球があのみんなどこもしたいんだよ、はい、だからあのずっと、まあまあ、V 級の時はまあ僕だったしその次は。 西武が強い時から石重とか、はい、あの広島が強い時か吉彦とか、はい、そういう1番で打って盗塁して足が速くて2番がそういう細かいことができるっていうチームは少ないヒットとかそういうのでも点が取れるというチームは案外強かったよね。 今、ジャイアンツの吉川選手の一番とかいう、はい、もうちょっとボールを送らなくなったらあ、もっといい一番になるのかなあそうか、もう引退しましたけど、イチローなんて一番はどう見てましたか、まあ、歴代ナンバーワンだと、俺は思うよ、川上さんが、お仕とスイッチやってみるよ、お前ピッチャーやめろ、はい、そういういおかしいと思わない、ピッチャーで取りに来たら欲しいというのに、だめならばったり転向させてもらえ